1ヶ月で 2.5 割にしますか。俺はまず加藤さんに交渉されて死にます。先に入ってたキムチの乳酸菌がヤクルトの乳酸菌見て、もう咳ないってみんなの記憶を消したい。長編の時に断髪ケース買ったんで AR でしたけど。10億円、10億円当たったら皆さん何します？ちなみにいきなり10億円当たりました。俺ちょっと日本の中での土地を買います。まずあそこからか、仕事辞める。10億円当てたらそこの中で1000万円はちょっと配信機材に全部使えてあります。1000万円ならまあ最新式で全部いけそうじゃないですか。まあ10億円できたらさ、リスナーにイボルビング全部してあげよう、俺個人で。で毎月利子を取るのよ。何パーセントにしようかな。1ヶ月で 2.5 割にしますか。あ、25% で。めちゃめちゃ安いでしょ、どう考えても。どうしようぜ。あれならちょっと幸せになるかな。で、10億円をそのリスナーの地で作ったお金で100億円までいけましょう。100億円まで貯めたらもうこのスカブレイドたちを100人くらいなんか傭兵でちょっと契約してて、宇宙に家の周りちょっと守ってくれって言っとく。で、ルシャラみたいなその生活を始める。ゲームの中でタルコブしながら現実でもそのタルコブ。ゲイさんのガイドで、うんこちゃんと、ダソークのタルコプみたいです。まず目の前に敵が現れて、俺はまず加藤さんに降車されて死にます。うわぁ、ケチごめんって。うわぁって。死んだから VC オープンします。黙って聞いてみたら、加藤さんとなんか兄貴二人で、頑張って全滅。皆さんも家にもなんかたまにそのヤクルトのその姉さんとかが来ますか？今朝突然ヤクルトの姉さんが来ましたので、家に。ピンポーンって。失礼します。新しくヤクルトを売り始めたものなんですけど、ってなんか来たんです。飲んでみませんかって。ヤクルト1000でしたっけ？なんかでっかいそのヤクルト3つ無料でもらいました。あれってもらっても大丈夫なんですよね。ヤクルトより R1 が最近、R1 って何ですか？R1? なんか名前が怪しいっすね。めっちゃタルコっぽいな。SJ6 みたいな。飲む必要はありません。打ちましょう。プシッ。これじゃないですね。もしかして。まあ、ヤクルトは単純にその味が美味しくて飲んでるだけなんですけどね。韓国人毎日キムチ食べてるから、お腹の中でなんかすでに入ってる乳酸菌たちがなんか、出ていきなさいってなんか叫ぶかもしれないですよ。先に入ってたキムチの乳酸菌が、そのヤクルトの乳酸菌見て、もう咳ないって、出ていけって。お腹壊すかもしれない。いかがですかって今週聞いたから、来週また戻ってきて、いかがでしたかって聞くかもな。じゃあその時は日本語わかりませんって答えよ。よし。今週はちょっとガチガチで喋りましたけど。シーズン12から始めたけど、めっちゃ勝てないこのゲーム。シーズン4から始めたんですけど、めっちゃ勝てないこのゲーム。意味がわかりません。エイペックスもう4000時間くらいやった気がしますけど、また勝てません。はは。強すぎて笑ったみんな。な、俺余裕で倒してる人たち見たら、マジで、なんか、4万時間やってた気がします。みんなが楽しめるために、めっちゃ危ない発想かもしれないですけど、みんなの記憶を消したい。エイペックスの。全世界の人たちのワイプ。プシッ。あ、なんだこのゲーム。俺最初なんかこれキャラ選択してる時、もう、ブラッドアンドのその足跡がなんか確認できるのを見て、これあたりになってて、ヴァンガロールがなんかスモーク立てたから、これパブ G だってなんか、あの時はなんかもうパブ G 万能説。すべての話はパブ G で繋がる。私は違いますけど。タルコプやった後、他のゲームやったら、目を閉じてもなんか、どこからなんか来てるのか全部聞こえてます。接近してくる自体はタルコプの方がなんかしっかり気づけるんですけど、方向自体をなんかしっかり把握するのは他のゲームの方がもっとやりやすいんじゃないですか、タルコプより。俺マジタルコプどっからなんか攻めてくるのかわからないんだよな。上なのか下なのか、まずそこからがもうカオスになります。俺が特に2階にいる時、あれ3階なのかな1階なのかなって考えたら、しかも4階まであるんですよね。ケイさん普段どういうものをおかずにするんですか？私ですか？
今日はエゴマの葉っぱ？どういう意味？何の話ですか？ご飯の話じゃないの？スラングですか？もしかして来る？私なんであの G7 とウィングマン単発系の武器好きなんですかってのは聞かないでください。俺長編の時に単発系使ったんで AR でしたけど、フロートで撃ったことないんですよ。リアルで皆さんはフロート撃った経験あるから、みんなフロート好きなんですよね。俺の考えなんですけど、やばいっすか？ミラージュのウルトをさ7回チャージできるようにしたらダメですか？もちろん普通のデコイを活かせる感じ、バンテージみたいな感じで7回チャージできて、リアルタイムで1回1回ずつチャージしながらデコイ出す感じで、あちこちにこうやってなんか1匹出して2匹目出して、あちこち調べたらもう最強じゃないですか。ならマジでエイペックス使えると思う。なんかうわー、話せない。騙されたな、騙されたな、騙されたな。バレた。これマジ俺1ミリも悪くないです。このキャラがマジで悪い。余計な期待をするようになんか作られてるんですよ。タップしててさ、体はなんか消えて、で創生してなんか体がまだバレた時に、その周りにデコイがたくさんなんかいるから、もしかして許されるかもみたいな期待感があるのよ。ひどい。あ、じゃあ兄貴は悪いです。え？あ？当たんないんですよね。もうちょっと右じゃないですか？はい。今回左。終わりました？じゃあそろそろ行きますね。最近日本語と韓国語どっちの方が、最後読み方ちょっと分からなくてごめんなさい。韓国語はソンちゃんと喋ってるんですけど、日本語は家に来てるなんか佐川とかのヤマトの配達員の方々とよく喋ったりしてるんで、俺社会生活してるんですよ、ちゃんと。皆さん配達員の方と喋ってるんだもん。これで社会生活じゃないですか？ヤマトとシャカでしか聞こえないんですか？うん、皆さんもう奴隷になりましたね。もう終わってますね。これは直さないです。一生配信を見るしかないです。皆様もう